ナンバー・アイ・ナイロン・ジャパングローブル・イシュー04での W カバーを飾り、初のメディア露出から1ヶ月。ナンバー・アイの初のメディア露出と注目の1ヶ月。11月15日に発売されたナイロン・ジャパングローブル・イシュー04で、注目の新人グループナンバー・アイが初のメディア露出を果たし、3人のメンバーである平野市を、神宮寺優太。 シゆうたが W カバーを飾った。この特集では、グラビアだけでなく、1万字を超えるロングインタビューも掲載され、ファンや読者に向けて彼らの愛と未来を伝える要素が詰まっていた。予約受付開始からたった1日で発売前重版が決定し、彼らの存在感がいかに大きいかが伺える。カバーストーリーのテーマ、アクスチャンギングラブレターズ。 カバーストーリーのテーマは、アクスチャンギングラブレターズ、つまり、ラブレターの文通。このテーマに基づき、彼らはインタビュー、アート作品、グラビアを通じて、読者やファンに向けてラブレターを届けた。あんば色に照らされた表紙で、やや渋さをまとった表情を見せる3人は、これまでのイメージとは異なる大人の雰囲気を醸し出していた。 そして、ガイズ表紙では青空をバックに親しみのある表情を浮かべ、ページをめくるたびに柔らかいような光に包まれた姿も見せ、異なる一面を披露していた。一万字超えのバイリンガル使用インタビュー、ビジョンと目標の語り手。一万字超えのロングインタビューでは、3人がグループ結成後の模索、ビジョン、今後の目標について語っている。 英訳も閉鎖され、ファンにとっては彼らの真摯な姿勢やストイックな一面が伝わってきたことだろう。楽曲制作への挑戦やダンスの磨きをかける姿勢など、負荷をかけながらも成長を目指す姿勢が浮き彫りにされた。三人の関係性と人間味あふれる一面。会話の中からも平野、神宮寺、騎士、三人の関係性が伺えた。 平野と騎士が想像だにしないコメントを挟む一方で、神宮寺が突っ込みを入れる様子も伝えられていた。人見知りであるがゆえ、天然に見られがちな平野が見はズバリと意見を言う姿勢や、神宮寺の上手な話振りや解説など、三人の根本的な関係性が変わらないことが強調された。 読者は、三人の変わらないテンションに笑顔がこぼれた一方で、プレッシャーや責任を感じる一面に触れ、彼らへの応援の気持ちが一層強まったことでしょう。メンバーのアートで表現したファンへの気持ち。10月15日、トべのオフィシャル YouTube チャンネルでの生配信をきっかけにナンバーアイの指導が発表され、1ヶ月が経過した。この1ヶ月の中で、 彼らはファンへの気持ちをアートで表現する企画にも取り組んでいた。平野は大きなラブと愛を描き、特大の愛を伝えた。神宮寺は大きなハートと自然を描き、普遍的で大切なものを表現。一方、騎士はカジキマグロを描き、その理由についても触れられていた。これらのアートを通じて、 メンバーそれぞれの独自の表現がファンとの絆を深めていることが伺える。ナンバーアイの未来への期待が高まる1ヶ月。ナンバーアイの初のメディア露出から1ヶ月が経過したが、その期間を通じて彼らの魅力や成長ぶりがナイロンジャパングローブルイシュー04で存分に伝わった。グラビア、アート、ロングインタビュー、そしてファンへのメッセージを通じて、 ナンバーアイはファンとの絆を深め、未来への期待を高めている。これからも彼らの活動に注目が集まり、どんなエンターテインメントが待ち受けているのか、その日がますます待ち遠しくなることだろう。ゆずつきひろみの取材を通じて、ナンバーアイの新たな一面に迫る特集が完成した。記事執筆日、2023年11月17日。